7番ホールやってきました。パー3です、少々打ち下ろし、グリーンが、まあ大きいんですけどちょっと砲台になってます。外すとめんどくさくなる、ピンの左からお願いします。おお、言われた通り、お、筋ってる筋ってる、おお、ナイスショー。またもやバーディーチャンス、萌花選手連続バーディーチャンスです、1m、見事なティーショットでした。でもこれを入れないと見事なティーショットが帳消しになってしまいます。ちょいフックラインです。おー、曲がったね、結構めっちゃ曲がった。 OK、 はい、ナイスパー。8番ホールパー4です。ここからは、見えないんですけれども、正面のバンカーの右エッジぐらいまで池があります。だからフェアウェイの左3分の1ぐらいを狙っていってください。池は240ヤードぐらいで入ってしまいます。お、やば、いや届い、ちょっと行かないとわからない、ドライバーちょっとやばいかなと思いましたけど、あの池までは届いてませんでした。こんな感じで池がせり出てます。145ヤード残り7番アイアンです。左から、これも、ちょっとフェードがかかりすぎて、ショート、ちょっとショート、パットがちょっと大変。萌花選手2段グリーンの下の段につけてしまいました。ピンは上の段にあります。ここはなんとか2パットでしのぎたいところですね。スネークラインです。おお、ナイス、ナイス2パット、ナイスパー、ありがとうございます。はい、 OK。 9番ホールパー4、長いパー4です。前半のハンディキャップナンバーワンホールです。これも真ん中行ってください。うん、ナイスショ、ちょい右だけど、まあフェアウェイ問題なし、ナイスショットでした。180ヤード残ってます。ゴーユー、これもピンの右から、これはピンの右から。ちょっと珍しくドローがかかりましたが、筋って、ああ、ショート。ちょっとショート。さあ、萌花選手、前半、これをうまく寄せてパーで上がりたい。アンダーで上がれるか。おー、ナイス、オーケー、ナイスパー、オーケーです。オーケーアプローチでした。さすがプロ。10番ホールパー4です。右ドックになってます。フェードヒッターの萌花選手にとってはやりやすいホールかと思います。左から真ん中にフェードで打ってください。よいしょー、コースなり、フェード打てる人がいいなと思うよ。10番ホール第1打は言われた通りのフェードでナイスショット、真ん中です。残り134ヤード8番アイアン。
おお、筋ってる筋ってる。おお、ナイスショー。ちょっと調子いいね。ナイスショットでした。3メートルのバーディーパットです。超えなきゃ入んない。お、しっかり打った。しっかり打ちすぎた。ちょっとおっと、ちょっとやらかしてしまいました。なんで下りやのに、しっかり。ちょっとやらかしてしまいました。さあ、パーセーブできるか。おっとっと、ボギーになってしまいました。スリーパットやらかしてしまいました。なんで下りやのにあんな強く打ったの。アホやん。いや、5でいいと思うよ。うん、うん、あんま転がんないよ。で、向こうが高くなってるし。でもピン奥でしょ今日。奥、うん、180ヤードパー3。うん、ナイスキックライト。おお、キックライトした。おお、ナイスショット。寄ってる寄ってる。ナイスショット。取り返してください、はい、さっきのスリッパを。ナイスショットでした。バーディーパットです。約3メートル、スライスラインです。来い。おじー、ラインは良かった。ナイスパー。はい、ありがとうございます。何番だこれ。13、12か。12番、あ、そう、12番パー4です。後半のハンディキャップナンバー2、一番難しいホールで、右にほとんど直角に、ドッグレッグしてます。狙い目は、正面に見える3本のパームツリーがありますが、その3本のパームツリーの一番左側、正面のあのユーカリの木、あの辺あたりを狙ってってください。おお、ナイスショット。言われた通り、言われた通りのナイスショット。フェードかかって、ど真ん中です。ナイスショットでした。セカンドショット140ヤード8番アイアンです。池越えのショットになります。オーバーするとバンカーあります。うん、ちょっと左だけど、ナイスオン、バーディーチャンス。難関の12番バーディーチャンスで2オンです。約2メートル弱、スライスラインだと思います。目もこっちに来てるんで、そっちから見ると右に目が来てるから結構スライスするかと。おお、ナイスバーディー。よく読み切りました。スライスライン結構曲がったね、うん、よく読めたね、あの曲がり方なんか、はい、うん、13番パー4です。ここは1打目は正面に見えるユーカリの木とバンカーの真ん中あたりを狙っていってください。2打目がちょっと難しくなります。1打目はフェアウェイ真ん中で。ちょっと左目、フェードかかんなかったね、珍しく。まあ、内緒。はい、このグリーンは左半分が、池になってます。ピンの右から狙ってってください。奥に向かって速いです。
お、フェードじゃない。まあまあかな。ツーパットで頑張って。さあ、2パットでしのげるか。ちょいフックラインです。おお、惜しい惜しい。ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。 OK。 はい、お、パーでしのぎました。難しいホール。中左ドッグのパー4です。真ん中狙ってってください。ナイスショ。ちょっと右だけどフェアウェイ内の右。ナイスショ。はい、174ヤード。何 5U16。お、筋ってるね。ナイスショー。バーディーチャンス、はい、素晴らしいバーディーチャンスです。ショット良さげです。今日は見事な1メートル20センチにつけました。バーディーチャンス。おお、ナイス。ちょっと危なかった。思ったより曲がりました、はい、ナイスバーディーでした。ありがとうございます。え、2アンダーだっけ。はい、おお、調子いいね。いいよ。